つけアげいは、ヒメモクエそかマエソ属の甲骨魚。従来、日本国内には生息しないと考えられてきたが、2018年に、採集された個体が本種であると同定され、2020年、つけアげいの標準和名が命名された。ペルシャ湾、チャゴシ諸島、アンダマン海から、台湾、東南アジア、パプアニューギニア、オーストラリアにかけてのインド洋、西太平洋、 2020年に出版された、タクサ氏によると、鹿児島県の本土と種ヶ島が本種の分布域に加わった。当時、鹿児島大学大学院水産学研究科修士、家庭在学中の中村順平は、2018年8月に南薩摩市笠サにおいて採集された個体を文献に基づき分析したところ、形態的特徴により本種であると同定した。 体長40センチ、前所属の中では大型の種類。頭部と体側上部は黄金色、体側下部から腹部にかけては白色、または淡い黄色。胸びれは高褐色。背びれの角軟状は単色で、木膜は白色。腹気と尻びれは白色。脂びれは円片が褐色で中央部は白色。尾ひれは淡い黄色、肛円は褐色。 おひれ上園に42個の暗色の点が並ぶ。側線上に褐色のブチが並ぶ。側線鱗ろこ数は5355枚。体側鱗は剥がれにくい。脊椎骨数は5051個。水深1540メートルに生息。エソ属は、鹿児島県の郷土料理である、付け揚げの原料としても利用されているが、本種もマイソやクロエソと、 同程度の漁獲量を誇ることから、区別されずに付け揚げの原料として使用されてきたと考えられる。新たに提唱された標準和名、付け揚げ素は、黄金色の体色が付け揚げを放出させることに由来する。ありがとうございます。